ナンバーアンダーラインアイファン必見。INZM ハイパーバンドバージョンで CDTV ライブライブ初披露。ナンバーアンダーラインアイ INZM ハイパーバンドバージョンで CDTV ライブライブ降臨。進化した姿に感動。ナンバーアンダーラインアイは、ここ数年で最も注目されているアーティストの一つとして、その存在感を急速に高めてきました。平野翔ガンユータ 神宮自由太という3人のメンバーが織りなす独特な音楽スタイルやカリスマ性は、多くのファンを魅了し続けています。彼らの最新のプロジェクトとして、INZM ・ハイパーバンドバージョンが9月23日に CDTV ライブ・ライブで初披露されることが発表され、ファンの間で大きな話題となっています。この放送は、彼らの新たな一歩を象徴するものとして、これまでの活動を超える新しい挑戦として位置づけられています。 これまでのナンバーアンダーライン愛の活動は、彼らの個々の才能が集まって生まれた絶妙なバランスを持ち、J-POP シーンに新風を吹き込んできました。平野翔の力強いボーカルとパフォーマンス、岸優太の柔軟なリズム感、そして神宮寺優太のクリエイティブなアプローチが一体となり、彼らの楽曲はただの音楽ではなく、一種の体験としてファンに提供されています。特に INZM は、 彼らの音楽の象徴ともいえる楽曲であり、これまで多くのステージで披露されてきましたが、今回の「ハイパーバンドバージョン」はその楽曲をさらに進化させた特別なバージョンです。INZM「ハイパーバンドバージョン」の登場によって、ファンの間では新たな期待が膨らんでいます。この新バージョンでは、これまで以上にエネルギッシュでパワフルなサウンドが取り入れられ、バンドサウンドを強調したパフォーマンスが予告されています。 ギターリフやヘビなベースライン、さらにはシャウトやヘッドバンギングなど、従来のナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスとは一味違った激しさが特徴です。このハイパーバンドバージョンは、ナンバーアンダーライン愛がこれまで培ってきたスタイルを壊すことなく、さらに進化させた新しい試みとして、多くの人々の注目を集めています。CDTV ライブライブでのパフォーマンスは、彼らの新しいフェーズを迎える象徴的な瞬間となるでしょう。 多くのファンが SNS 上で興奮を隠せず、彼らの出演を心待ちにしています。この期待は、ナンバーアンダーライン愛がこれまでの活動を通じて培ってきた信頼と人気の結果でもありますが、同時に音楽シーン全体における新たな可能性を示すものでもあります。特に、現代の音楽業界では、新しいサウンドやスタイルの探求が求められる中、ナンバーアンダーライン愛は常にその最前線で挑戦を続けてきました。 また、今回の INZM ハイパーバンドバージョンの披露は、彼らがどのようにしてこれまでの音楽キャリアを築き上げてきたのか、その裏側をも浮き彫りにしています。平野、騎士、神宮寺の3人は、それぞれ異なるバックグラウンドと才能を持ちつつも、共通のビジョンを持って一緒に歩んできました。彼らの音楽は単なる個々の才能の集合体ではなく、それぞれの個性が融合し、 新しかし、彼らが直面してきた挑戦も少なくはありません。アイドルグループとしてのバックグラウンドを持ちながらも、ミュージシャンとしての地位を確立するためには、固定観念や先入観と戦わなければなりませんでした。特に日本の音楽業界では、アイドルとアーティストの境界がしばしば曖昧であり、両者を同時に成り立たせることは難しいとされています。しかし、 ナンバーアンダーライン愛はその壁を打ち破り、アイドル性とアーティスト性の両立を見事に成し遂げています。彼らの楽曲制作においても、この二面性は重要な要素です。例えば、INZM では、キャッチーなメロディーラインと深い歌詞が絶妙に融合し、幅広い層のファンに響く作品となっています。このような楽曲は、ただのポップソングではなく、リスナーに強い感情的な共感を呼び起こすものです。 ファンはナンバーアンダーライン愛の音楽を聴くことで、自分自身の経験や感情を投影し、楽曲と深いレベルでつながることができるのです。INZM ハイパーバンドバージョンでは、さらにその感情の高揚感が増幅されるでしょう。バンドサウンドによるパワフルなアプローチは、観客により強いインパクトを与え、ステージ上でのエネルギーがそのまま伝わってくるような体験が期待されます。これまでの彼らのライブパフォーマンスでも、 その一体感や臨場感が大きな魅力となっていましたが、今回はさらにスケールアップした演出が予想されます。また、今回のパフォーマンスが特別なのは、INZE と M、ハイパーバンドバージョンが n ア,アイのファーストアルバム、n o チの発売日に初披露される点です。このタイミングは、彼らがこれまでの道のりを振り返りつつ、これからの未来に向けて新たなスタートを切る象徴的なものとして捉えることができます。 アルバム発売という節目に、この特別なバージョンを披露することで、ファンとの絆をさらに深め、彼らの音楽が持つ力を再確認させる機会となるでしょう。このような背景からもわかるように、ナンバーアンダーライン愛の成功は単なる運や偶然ではありません。彼らは常に音楽に対する真摯な姿勢を持ち、新しい挑戦を恐れずに取り組んできました。その姿勢が、 彼らの作品に込められた情熱やクリエイティビティを支え、ファンからの絶大な支持を受けている理由です。ファンにとって、この INZM ・ハイパーバンドバージョンは待ちに待ったパフォーマンスです。彼らが新たに何を見せてくれるのか、どのようにして彼らの音楽が進化していくのか、その瞬間を見逃したくないという思いが強く感じられます。彼らの音楽が多くの人々に与える影響は計り知れず、 特に若い世代にとっては彼らの曲が日常の中で励ましや勇気を与える存在となっていることは明白です。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功はここで止まることはないでしょう。彼らは常に次のステップを見据えており、今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンがその一部に過ぎないことは確かです。これからも彼らの音楽は進化を続け、さらに多くのファンを魅了し続けることが期待されます。 今回の CDTV ライブライブでのパフォーマンスが終わった後も、彼らの音楽に対する探求心は止まらず、新しいプロジェクトや楽曲が続々と生まれてくることでしょう。ファンとしては、彼らの新しい試みに期待しつつ、今後の活動にも目を離せない瞬間が続きます。そして、何よりも彼らが音楽を通じて届けてくれるメッセージやエネルギーが、 私たち一人一人にとってどれだけ大切なものかを改めて感じることができるはずです。ナンバー・アンダーライン愛が描く未来は、まさにこれからが本番です。そして、その未来を一緒に歩んでいくファンの存在こそが、彼らにとって最大の力となることでしょう。ナンバー・アンダーライン愛の未来を共に歩むファンの存在がどれほど大切かを理解することは、彼ら自身も常に意識している点です。音楽活動を行う上で、 ファンとの関係性は不可欠であり、その絆はステージの上だけでなく、日常のあらゆる場面で築かれています。SNS を通じた積極的なコミュニケーションや、ライブイベントでの直接的な交流、さらにはファンクラブ限定の特別コンテンツなど、ファンとの距離を縮めるための努力が、彼らの人気の要因でもあります。特に日本の音楽シーンでは、アーティストとファンのつながりが非常に重要視されており、 そのの関係性がアーティスト成成長や成功に大きな影響を与えますナンバーアンダーライン愛も例外ではなく彼らの成長はファンの支持によって支えられていますそしてファンに対して誠実であり続けることが彼らの魅力の一つでもありますそれはただ音楽を届けるだけでなくその背景にあるストーリーやメッセージさらには感情を共有することでファンに深い感動を与えているのです INZM ハイパーバンドバージョンは、その象徴的な瞬間であり、ファンと共に歩んできたこれまでの道のりを凝縮した作品とも言えます。これまでの彼らの音楽に対する探求心と、さらにその先へ進む決意が、この新たなバージョンに込められていることは間違いありません。音楽を通じてファンに何を伝えたいのか、どのようなメッセージを届けたいのか、その一つ一つが細部にわたり表現されていることでしょう。また、 ナンバーアンダーラインアイが目指している未来の音楽シーンもこれから注目すべきポイントです。音楽業界は急速に変化しており、テクノロジーの進化や新しい音楽プラットフォームの登場により、アーティストが活躍する場も多様化しています。ナンバーアンダーラインアイもまた、その変化に対応しつつ、新しい音楽の形を模索している最中です。今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンも、 そのの挑戦の一環と言えるでしょう単なるパフォーマンスの一つではなく彼らが今後どのような方向に進んでいくのかを示す指針となるものです。